はいどうも、鈴木悟でございます。私の簡単なプロフィールです。お時間ある時にでも検索してみてください。はい、今回のテーマですが、先日行われました WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、井岡一翔選手対ドニー・ニエテス選手の試合振り返り解説をしていきたいと思います。この試合は、再戦だったわけですね。3年7ヶ月前に井岡選手が判定負けを喫しているということで、今回はそのリベンジに燃えているという構図で行われた試合でした。で、結果は今回は井岡選手の大差判定勝ちということで、見事勝利を収めたわけですね。おめでとうございます。そしてですね、その勝利を収めたことで世界戦20勝、これが日本人初らしいですね。いや、すごい、本当すごいことですよね、それって。井岡選手の凄さがまた分かる記録なのではないかなと思いました。そしてですね、試合内容も本当に見事、圧勝だった。その大差判定がついたのが分かるぐらい圧勝の展開だったんですけれども、やはり以前から私、井岡選手の評価をしている部分があるんですけども、ポジショニングの良さ、そしてディフェンスの良さ、ちょっとまずこの2つでお話していこうと思うんですけれども、まずポジショニングは、自分が打ちやすく相手が打ちにくいところに行くっていうのがすごく上手だなと。これは井上尚弥選手も私はそう見ているんですけれども、自分が打ちやすく相手が打ちにくいところに行く、だからすごく接近しているようでも相手からのパンチをもらいにくい、でも自分は打ちやすいという位置をパッと取りに行くのが、この2人はすごく上手だなと思います。そして井岡選手、今回はすごく光った部分だなと思ったんですけど、ディフェンスの中でもブロッキングですね。ブロッキングがとてもうまい。まずもともと顎は引いてるし、ガードは下がらないし、その接近していなくてもこの体勢を取り続けているんですね。デフォルトでもうこうしている。それがまずもう姿勢としていい姿勢ですよね。そのパンチをもらわないようにしている。で、相手のパンチに反応してちゃんと手を動かしてブロッキングしているというところが、とてもその技術が高いと私は見ています。結構こうルーズに構えてて、攻撃に対してだけこうブロッキングするみたいな動きをする選手とかで、被弾してしまっている選手って多いんですけれども、井岡選手はもう最初からもうガードが硬い、ガードが硬いところからさらにブロッキングが上手ということで、カウンターとかではない限りパンチ当てられないんじゃないかなっていうような、見ていて思いましたね。そのぐらいブロッキング技術高いですね。ディフェンス技術っていう中でもブロッキング技術だから、そうウィービングやダッキングっていうことをするというよりも全部受け止めるっていうようなことをされてますね。あれは上手だなと思いました。ちょっと余談的になりますけど、ラウンド、どこかのラウンドで真ん中アッパー抜かれてポンと当たってることがあったんですけど、井岡選手のこう構え方がね、こうなのでここ入るんでしょうね。で、多分3年前のその2人の対戦の時はニエテス選手が判定勝ちしてるんですけれども、アッパーをすごくもらってたっていうことを言っていたので、そこ抜かれてたんじゃないかなって思うんですね。でも今回はその1回だけそういうのは見えた感じがしましたけれども、他はほとんどブロッキングできたんじゃないかなと思いました。いや、あのブロッキング技術は本当にすごいなと思います。それが最初に言ったポジショニングとディフェンスなんですけれども、もう一つやっぱり私がすごい井岡選手で、うまいなと思っているところはスピード感なんですね。とにかくこうスピードが、この選手はスピードがありますねみたいな、スピードがある選手を評価する傾向ってあると思うんですけど、私は以前からスピードはそんなにその評価することではない、あればいいかもしれないんですけれども、スピードが速いから強い、パンチが強いから強いとか、そういうものではボクシングってなかったりする部分ってあるんですよね。そして井岡選手、今回の試合もそうですけど、決してスピーディーな展開って少なかったんですよ。井岡選手のパンチの出し方ってこうシュッてこう早く出すというよりは、スッスッスッてこう、もちろん今みたいな思い私は全然ね、早いんですけど、もっと早いんですけれども、シュッシュッとこう出していくというよりは、
スッと手を伸ばしていって当てるような打ち方なんですね。それができるっていうのがすごいなと思いました。それで左相手の右か右の目尻をカットした左フックなんかは本当にスッスッスッって打ってるようなパンチなんですよね。それでカットできるってことはしっかりナックルが当たる打ち方をされているんだと思います。そして終盤あたり今度相手の左切った時のワンツーですね、左フックから右ストレートっていうワンツーはこれはすごい速さで動いたんですよ。シュッシュッ、もちろんこれができることはできるんですけれども常にそれをやっていないんですね。スッスッとこう少しスピードを抑えた動きをしながらたまにそういう速い動きをすると緩急がついちゃってるから相手も対処しにくい部分っていうのが出てきてたりするんですね。私なんかも試合中結構それやってたんですけれども、まあ、井岡選手のやり方はもうなんて言ったでしょう、すごく理想的というかポジショニングとディフェンスで打たれにくくて自分が打ち出したところに行くだから打たれ返されるリスクが少ないもんだから慌ててパンチを打つことがないのでスッ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 と自分が打ちたいだけ打つっていうことができるんですね。それでそういう展開を作っておきながらチャンスの時には速いパンチを攻撃を繰り出すっていうボクシング、結構これはレベル高いですし理想的な戦い方なんではないかなと思います。でまあ切りましたもんね、結構深くって大きく切ってたみたいなんでストップにはならなかったですけど血はねバー出てたんでね、血が止まらないっていうようなことを言われてたんで、やっぱりそれもナックルがしっかりと入ってるパンチだからね、たったその一撃でバックリ切れるようなパンチを打てるんですね。これもまた強さだなぁと思いました。そしてもう一つすごいなぁと思ったのが、7ラウンドとかだったかなと思うんですけど、まあ終始井岡選手が優勢に試合展開はしていたと思うんですけれども、ジャブを再び使い始めたんですね。そしてもうその、解説の話でその井岡選手のトレーナーのサラストレーナーがジャブを多く使っていけという指示をそこの7ラウンド目に出したということを言っていたんですけども、これはもうすごいもう本当に好判断だったと思うんですね。というのは最初序盤ってやはりジャブでこう組み立てていってみたいになって、でなんとなくペースがつかめてくるとジャブの頻度が減ってきてこうコンビネーションが多くなってきてみたいな展開になっていって、序盤終盤終盤ってなんかこうスタイルが変わっていくんですね。でそれによってこう逆にペースが変わってしまう、優勢に序盤ジャブがうまく機能していて優勢に取れてたものが中盤後半になってそのジャブが少なくなっているせいで相手が息を吹き返してきてしまうっていうような展開も考えられるんですけれども、その中盤から終盤にかけてもう一回ジャブを使い直そうっていう指示をしたサラストレーナーすごいですし、井岡選手も本当にそれに忠実にジャブを打ったんですね。そしてそれすごい有効にやっぱり働いてたんですね。またこう序盤に戻ったかのようにニエテス選手がやりにくそうな展開をそのジャブでまた作り出していたっていうのが、いやーすごいこの作戦っていうのはうまくはまったなって私は見ていて思いました。まあ、12ラウンド判定というね結果になったんですけれども、大差判定勝ちですし、井岡選手終始優勢でしたし、そして相手のニエテス選手も決して弱い選手じゃない、これ4階級制覇チャンピオン同士の対戦だったわけですよね。なのでニエテス選手の動きも確かに強いんですよね。わニエテス選手強いなって思える場面って多々あったんですけれども、井岡選手がそれをとにかく全開でさせなかった、全開に動かさせなかったっていうのと、新手選手が攻めてきてもしっかりとディフェンスやポジショニングでさばいていた、そしてその攻撃をさせないためのジャブや上下の打ち分け、ボディブローをねまっすぐのストレートのボディブローを打ってる展開っていうのもお互いがそれをやっていて、結構長い距離でのボディブローの打ち合いっていうの展開もあったりとかして、かなりレベルの高い試合になっていたので、その辺なんかもすごい見応えがあって本当にいい試合だったのではないかなと思います。そしてまあ井岡選手は今後その統一戦というのをやっぱりしたいようなので、そこに向けてこうねうまく運んでくれたらいいなと思います。まとめますと、ポジショニングと
ディフェンス、ブロッキングですね、特にブロッキングと、スピードの緩急というのが井岡選手の強さなんだなということを今回の試合でありありと分かる試合内容だったのではないかなと思います。はい、今回は以上になります。この動画面白かったなと思ってくださいましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。今後もこのような動画上げていこうと思います。私に何か聞いてみたいなと思うことがございましたら、 YouTube はもちろん Twitter、Facebook、Instagram の DM までメッセージの方よろしくお願いいたします。動画の中でお話できなかったことを補足的に書いたブログをやっておりますので、概要欄に URL の方を載せておきますので、そちらの方もぜひご覧になってみてください。皆様のメッセージが励みになります。皆様のメッセージで動画が完成しております。本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジョージ全力気楽に行こうぜ。